あなたは生きるのよ。これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろ。システムオールグリーン、サスケーブル接続開始。よし、貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属招待が決まる。しっかりやれ。了解。ユイとスメラギ、本人と確認。これより怪異討伐軍幽体適正試験を開始する。怪異を全て討伐せよ。試験、ここまで来たらもう覚悟を決めるしかない。余計なことは考えるな。ただ目の前のことに集中するんだ。無事に課題をクリアできれば俺も海抜軍の一員だ。昔からの夢にもう少しで手が届く。俺の超能力念力ならどんな怪異となって渡り合えるはずだ。この調子で行こう。やった。この調子で行こう。よし、やっ。もしかしたらあの人のことも分かるかもしれない。何としてもこの試験を突破するぞ。やっ、この調子で行こう。よし、終盤かな。終わり際の油断が一番危ないって教官がよく言ってたっけ。よし、はっ、来い。この調子で行こう。やっ、よし。
までの訓練で学んだことを出し切れば勝てない相手じゃないぞ。必ず倒してみせる。よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。お疲れ、ユイト。試験どうだった？ナギ、お前大丈夫だったのか？大丈夫って試験か？俺はまあまあ絶好調だったぜ。まあまあと絶好調どっちなんだよ。サスケーブル接続の時きつそうだっただろ。あれめちゃくちゃ痛かったよな。でもしばらくしたら慣れてきてなんとかなったぜ。軽いな。でもなぎらしいか。これで俺たちも明日から憧れの海抜軍か。なんだか信じられないよ。うん、そうだよな。なんだよユイト、反応薄くね？いや、俺だって嬉しいよ。言っただろ、子供の頃海抜軍の人に命を助けられたって。だから俺もその人みたいになりたいって思ったんだし。でも。でも？なんだよ。最近思うことがあるんだ。本当にそれだけでいいのかなって。せっかく助けてもらった命なんだから役に立ちたいし、もっと大勢の人を救う方法があるんじゃないかってさ。おいおい、人間一人にできることなんて限界があるんじゃないか。俺たちは海抜軍になって怪異と戦う。まずはそこを一生懸命にやらなきゃだろ。そうだよな。俺なんとなく不安になってたのかも。まずは一人前の海抜軍にならなきゃだよな。ナギ、ありがとう。大いにありがたく思ってくれたまえ、ユイト君。ところで、この後スメラギ寮に報告に行くんだろう？ご先祖様にいちいち報告するなんてめんどくせえよな。まあそれだけじゃないんだけどな。今スメラギ寮がバッキーちゃんとコラボやってるんだ。は？スメラギ寮ってユイトの家のお墓だろ。いくら観光名所になってるからってコラボとかすんの？結構やってるらしいよ。そういうのは親父たちが決めてることだけど。あ、そうだ、親父と兄貴にメッセージを送らないと。どうせまた親父さんからは返事来ないんだろ。いくら海抜軍にしたくなかったからって冷てえよな。評議会とかに出てる時は笑顔振りまいてんのに裏表ありすぎっつうかさ。そりゃ裏表あるのは政治家だから。それに俺も定型文みたいなメッセージしか送ってないし。あ、もう兄貴から返信来た。なんだって？
お疲れ様、頑張ったな、だって。スメラギ本部長直々にお褒めの言葉かよ。昇進間違いなしだな。お前バカにしてるだろ。兄貴が海抜軍の本部長だからって便宜図ってくれるわけじゃないからな。分かってるって、悪かったよ。本当かよ。だったらバッキーちゃんコラボでおみくじ引くともらえるバッキーちゃんの悪気。了解了解、俺もおみくじ引いて悪気譲る。譲ってやるからその後でナンパ付き合ってくれよ。ユイトが一緒にいると勝率高いからさ。はあ、それ結局お詫びになってないじゃん。結構お参りに来てる人がいるな。あそこにいた女の子二人組可愛かったな。え、マジで？見てなかった。それにしても墓が観光地になってるって、やっぱユイトってエリートなんだな。なんだよ急に。親父と兄貴はそうだけど俺は違うよ。でも華麗なる一族ってやつじゃん。親父さんは評議会議長で、兄貴は海抜軍の司令官。しかも建国の父、ヤクモスメラギの子孫だろ。断絶の春で滅びかけた人類を救ったザ・英雄。どんな顔してたんだろうな。案外ユイトにそっくりだったりして、先祖だし。先祖って言っても2000年も前の大昔の話だからな。子孫だって実感もないよ。大地残ってる記録が例のマスク姿だけじゃん。あれを先祖だって言われてもさ。ああ、わかるわ。ホラー映画の犯人みたいだもんな。断絶の春の時に顔に大怪我したんだっけ。えらい、やべ、建国の父のことこんな風に言ったら怒られちまうか。そんなことないだろ。そんなことあるって。スメラギ家って言えばめっちゃ権力持ってる家柄じゃん。親父さんだってお前が政治家にも官僚にもならないって言ったから怒ってるんだろ。もういいよ家の話は。それよりバッキーちゃんおみくじ引こうぜ。お前先祖に報告はいいのかよ。まあいっか。
よし、引こうぜ。よし、引いたぞ。せーので見せ合おうぜ。いいぜ、明日からの海抜軍生活を占う大事なおみくじだからな。せーの、大凶。俺も。てか、幸先悪くね。はぁ、なえる。おみくじ結んだらカフェかなんかに入って休もうぜ。そうだな、バッキーちゃんの悪金ももらったし、ビジョン街の方に行ってみようか。今日の怪異予報じゃ襲撃レベルはゼロだろう。まずい、怪異が街の中に。おい、戦闘に行動せよ。怪異がの死人を許すな。セプテントリオンのカレント吹雪だ。セントリオンのカレントラバースと吹雪スプリングだ。カレン連隊、吹雪連隊、プラン A だ。展開。民間人はシェルターへ。すごい。おいユイト、俺たちもシェルターへ避難するぞ。俺たちはまだ正規の隊員じゃないんだからな。ああ。これが大凶の呪いってやつか。シェルターへ急ぐぞユイト。高速移動で避けて放電攻撃かよ。一人で何種類も超能力が使えるのはカレントラバースだけだもんな。かっけー。カレントラバースって確か人の超能力をコピーできるんだっけ。うん、それでいろんな超能力使えるんだよ。マジチート能力だよな。すげえ、
セプテントリオンクラスになるとあの程度の怪異なんて雑魚じゃんか。ママ危ない。おい、やる気か。俺たちはまだ正規隊員じゃないんだぞ。でも今ここで怪異と戦える超能力を持ってるのは俺たちだけだ。やばいって、後で教官たちにバレたら人が死ぬの。黙って見てられないだろ。俺は行く。凪は応援を呼んできてくれ。単独行動なんかやだよ。だったら俺も行くって。凪、バカ、そんな嬉しそうな顔するな。本当は行きたくないんだからな。凪、お前最高。知ってるよそんなの。それより俺は右を叩くぞ。お前は左を頼む。任せろ。攻撃が効いてる。これもしかしたら勝てるかも。もしかしなくても勝てなきゃ困るだろう。よし、やった。ここは危険です。シェルターに避難してください。はい、気をつけて。まだ怪異がいる。行けるか。もうこうなれやけだ。やってられ。よし、行こう。片っ端から怪異を叩いていくぞ。了解。ったく、後で飯でも溺れよな、ユイト。この調子で行こう。片付いたか。民間人じゃないわよね。あれ、君、あなたは生きるのよ。あなた海抜軍よね。あ、いや、俺は訓練生で。そう、どちらにしても目的は同じね。目的って、あなたバカ。は？し、来るわよ。え、何が？行くわよ。え、ああ。君も海抜軍だよね。ブレイントークルできるんだし。状況分かってる。怪異を倒してからにして。
っ